皆さんこんにちは。東京町田市立陸上競技場です。 J2 第16節 FC 町田ゼルビア対栃木 SC の模様を、放送席からは清水典久さんの解説、アナウンサー篠田和之でお伝えします。ホーム SC 町田ゼルビア、フォーメーションでご紹介します。おなじみの 4-4-2、 前の試合とメンバー変わっていません。アウェー栃木 SC のメンバーです。こちらは前の試合出場停止だった藤原、西谷、勇気が戻ってきまして、おそらく今日初めて 4-3-3 でスタートするのではないかと思われます。もう一回戸高、エリアの中3人いるんですが、グラウンダーで出して森村からジョン・チュン君シュート、そして井上のシュート、中に入ってくる、ヘディングはどうか、中ロメロフランク、ユヒョン対応、今清水さんよく対応しましたね。いや、よく反応しましたね、ユヒョン。ちょっとユヒョンを引っ張っている、引っ張っている、笛が鳴りました。すぐ始めている、そして飛ばし、もう一回井上からコースを狙ったシュートだったでしょうか。これで浜下につないで西谷和樹、浜下いい形で抜けた、シュートだ、寺田同点、いい形で崩しました。浜下と西谷和樹の崩しから寺田、移籍初ゴール。いや、完璧な崩しだったんじゃないですかね。いや、目の覚めるような崩しでした。その浜下を目立たせる、生かすにはどうしたらいいかというところからのコンビネーションですね。おお、抜けた浜下、エリア中でシュートだ、弾いた、ここは増田の対応でした。浜下のスピードでした。そして裏へ、チャンスになった平岡、エリアの中、おお、よく止めた大谷のディフェンスでした。いや、まず平岡のスピードは素晴らしかったですし、それを生かしたスルーパスも素晴らしかったと思いますね。このボールですね。富樫と変えますか。ドリブル、それから球際というところで繰り出しているこの土井シュータ、中へこぼれたところ、佐野一旦散らす、もう一度ロメロフランクから佐野を入れる、チャンスになるかどうか、中へ、非常に良かったですよね。ヘニキに入れるか、カンがカバーする、一旦ディフェンスを散らします。藤原から前へ、ヘニキが競る、平岡、もう一回ヘニキシュート、ポストに当たった、2試合連続ゴールかというところだったんですが、
平岡から西赤月、外空いている浜下、シュートだ、同点に追いついた平岡、いや最後森下か、なんと森下の攻め上がり、なんとなんと移籍初ゴール、森下同点、アディショナルタイム。いやーフォワードのようなプレーでしたね。素晴らしいですし、ここの切り返しシュート、本当にフォワードの選手のようなプレーですよね。ここで試合終了です。2対2、アディショナルタイムに栃木追いついての引き分け。町田はホーム5試合ぶりの白星を寸前で逃しました。全員今シーズン初ゴールという2対2でした。